どうもタブヤンです。ファミコンウォーズ続きやっていきたいと思います。収入4万に到達しましたね。しかし相手はまだまだ6万7千、先は長いですよ。行きましょう。戦闘公平がね来てますね。こいつに占領させるわけにはいかないですよ。さあ補給からか、行きましょう。4万もお金あるのにだいぶ回復にお金使いますね。さあ恒例の自走砲撃ち、こいつも占領してるの。ただ自走砲はやっぱり戦車を優先して撃たないとね。戦力を削ぐんだ。これやばいよね、占領させると。うちの爆撃機がやられた。くっさー、敵戦闘機にやられちゃいましたね。戦闘機めっちゃおるやん。ここ戦闘機1台2台3台いますね。くー、数で敵に負けてるか。爆撃機退却。くー、やばい、空の戦いで負けてる。こうか、全滅いけるか。全滅まではいかない。くっさ。でこれが厳しいね。攻撃届かない。懐に入られてる。厳しいな。自走砲が構えてる。A でこいつを破壊。うわ、2台もやられたよ。でこれで戦車 B を破壊。ただし歩兵までは届かない。逆に占領されちゃうかもってことか。やばいなこれ。押されてますな。さあこの歩兵1個師団北から行こうか。北ルートで目指します。このフォーマンセルただし上の方は部隊足りないね。さらに戦車 A 行くか。戦車 A が5詰めに行って、かつ戦闘機がいっぱい来てるんだよね。ちょっと歩兵がまだまだ来るな。っていうことでちょっと装甲輸送車乗っていこう。歩兵乗っていこう。それで戦闘機復活したけども、南側に爆撃機。これは高射砲で撃てるから。さらにまた爆撃来てる。でも高射砲がいるか、ここに。南側にね陣取っておこうか。戦闘機ね、ちょっと威嚇、この領域をね守るために。そして
こうこれ以上前に行くの怖いんだよね。やっぱこれ待機かな。何作る？さらに戦車 A っていう感じかな。戦闘機 B っていうのもたまには作ってみる？安いからね。作ってみよう。それぐらいでいいか。歩兵な。まあ歩兵も壁役でどんどん作ろう。OK。さあ南の方から行きましょうか。お、占領に向かう。占領。戦車はみんな回復中か。怪我人ばっかりだな。走行輸送車が倒すべき敵はいない。あー銃か。撃てるか。撃てる。よし撃とう。あ森か。防御力高いだろうね。戦車 A はまだ回復せず。占領まだ時間がかかる。あこの戦車 A いますよ。しようか。やつら来るねまた。よし町を守っておくか。それでこいつは無理だね。勝った方がいいかな。これこれ行くとガンガン撃たれるよね。きついな。これ倒すか。倒した方が安全だね。全滅させろよ。よし。この戦闘工兵ちょっと下がろうか。でこの降車砲でこいつを撃つ。回復はさせない。よし倒したぞ。青、対空ミサイルまで来たぞ。対空ミサイルと爆撃機まで来たな。ちょっと一旦引くか。一旦引くというのも新しい作戦だよな。兵力を貯める感じでね。ちょっとこれ南側から行こう。逃げよう。あちゃあちゃあちゃあ。ここに突っ込むのはさすがにちょっと
っとまずいよね。こうしよう。この戦闘機、あ、こいつ倒しに行こうか。倒しに行って1体倒しに行って5体やられるんだけどね、これは効率が悪い。さあ行きましょう。来るなら来やがれブルームーンめ。まだ9999かさっきが思いやられるな。さあゴールデンウィークも残すところ3日間。今日も週刊ヤングマガジン読みたいと思います。続きがね、中二の男子と第6巻。ちょっとなんかエロい感じのタイトルなんでしょうか。なんか独特なタッチの絵ですね。中二の男子、エロいことばっか考えてるんでしょうね、中二の男子はね、全国のなんか短い漫画なのかな、これ数ページしかないけど。はい、この次は超濃縮青春ラブコメ、終わってみるのも悪くない。知らんな。スマホで LINE してはるますけどね、歯磨きながらあ、美男子キャラが出てきましたけど、主人公は女子なのかな。いいね、青春ラブコメオチが言いたくなるねオチが言いたくなる。本当に読んでどうするんだって先に読んどくよって話ですよね。確かに。でもね、ファミコンモーズしながら本当に漫画読んでる時多いんですよね特にあのこの雑談する前のね時はね、読んでましたね。初めの一歩一巻から読み直すとかね、100巻までもうそうですね、次こっち亀とか欲しいかな読み応えあるでしょ。100巻以上いってる漫画って結構数えるほどしかないよね。あとゴルゴ13と、あと何があるのかな、100巻以上。まあ、美味しんぼも持ってますしね。なんかそれだけ100巻以上の漫画集めようかな本棚がかさばってしょうがないよね電子書籍にそろそろね、手出すかもしれないですね。私のようなでもファミコン世代の方はね、結構アナログ好きな方も多いんじゃないでしょうかなんかね、そうですね、みんなサッカーの遠藤選手とかね、みんな電子書籍読んでる人が多いみたいですけどね、漫画とか。電子書籍にいつか乗り換えるんでしょうね。まだ本棚の空きがあるんでねアナログで行きたいと思いますけどね。さて次は GTO ですね。
GTO パラダイスロスト。今これどういう設定でやってんのかな GTO。 なんか鬼塚が GTO の王は鬼塚だよね。相方がやってる時もあったけどね。なんかあと内山田っていう教師教頭でしたっけ、あいつが主人公のやつも見たけどな。今回はこの女の子が主人公なのかな。リリカ、全然鬼塚出てこないんだよねこれリリカが主人公なのか今回。面白いな。GTO ず全部読んでるはずですけどね、最初の頃は。パラダイスロスト、これちょっと一気読みしたくなりましたね。ちょっとメモっとこうGTO を一気読み してきますよ。ちょっとネットカフェでね電子書籍じゃないんですよね。なんとなくこうネットカフェに行きたくなるんだよな。リア現実にこう漫画を持って読んでみたいんですよね、そして次の漫画、これ知らないな。単行本一巻発売、なんて読むの。少女不十分16ってどういうことなんだろう。あ、これ知ってるか。あ、これ知ってるな。なんか連載始めた頃なんか見たな。なんかね、小学校の女の子が歪んでるんだよね。なんか少女不十分って、その少女が主人公なのかな。てかそのね、女の子がなんか街でね危ない行動をしてたのを見た、ちょっと年上の中学生か高校ぐらいの男子がその少女に監禁されるという話ですね。少女の家に。で、少女はなんか両親がもういないのかな。ちょっと歪んでるですけど、ナイフかなんかで脅されたりするんですよね。で、監禁生活が始まってるという、ちょっと衝撃的な作品ですね。作品って言ってしまうけど、ジャポニカ学習帳じゃなくてジャポニア学習帳が出てますもう確実にジャポニカ学習帳なんですけど、ジャポニアなんだよね。そういうのは結構たまにあるよね一文字だけ変えるっていう、読み応えあるかも。それから中盤に差し掛かったヤンマが手品先輩連載10話突破記念チラポロ祭りって書いてますちょっとエロいんですね連載10話だけど知らんな。これ短い漫画ですね、短編ですね。そして次がデブ戦、なんかこの物語は福島みつるが、福島みつるって男なんだよね、が樹海で自分とそっくりの福島みつ子の死体と巡り合い、なりすまして先生になるところから始まる。女の格好してるんだけど男なんだよね主人公。さあ行きましょう、ファミコンウォーズ。呼吸
さあ今日は町増やせるか。町1個減ってる。占領された上。ちょっともう下から行こう。しかし占領し返す。しかも2つ来たよ来たよ。まだ回復せずか。もうちょっとだな。おっと対空ミサイル来たよ。あんまり効かないだろうけど、これで攻撃するか。カンカンカンだろうね。おお結構効いたじゃないか。3台倒したよ。これいいね。おっとまた対空。あでも後ろ5詰めだいぶ減ってきたよ。チャンスチャンス。さあ自走砲どういった。あ全部北に行った。逆に南軍は南軍はチャンスですね。自走砲は届かないよな。うまいこと届かないとこにいるな。お空白地取りました。これで空白地なくなったのかな。あゼロになりました。さあもうブルートの奪い合いが始まりますね。爆撃機来たね。戦闘機が倒すチャンス。ごちそうさま。惜しい。あと一機あと一機。俺はもう装甲輸送車で撃ち落とせるでしょ。何でも撃ち落とせるよ。1台ぐらい。よし。お掃除お掃除。そして戦闘工兵は前へ行く。あ新手が来たな。装甲輸送車。わあ10台いるのかこれ。きついな。これはきつい。ちょっとだけ前へ行こうか。よしこれ前行けるチャンスだね。戦闘工兵か。後ろに、前に行くか。あえてね。これきついな。この戦車 A は。でも行くか。負けるだろうけど行け。逆転。あー大敗北ですねこれは。これは痛い。今のは痛いわ。6対7。こっちは森ですよ。あ負けるのか。いや厳しいな。やっぱ数が少ない状態で戦うのは良くないね。奇跡は起きないとはよく言ったもんですよ。さあ上のとこ、ここが取られたんだね。占領されたんだ。さあ取り返すべく行くしかないね。走行輸送車また来た。激しい戦いが始まる。この戦闘機が B でこれが A。 なるほど。こっちは戦闘機 B。 B 対 B でいこうか。 B&B ですよ。撃て撃て撃て。互角。データ通りの戦いだな。そしてこれが戦闘機 A。8台こっちは。難しいな。まあこれは戦闘機 B をまず破壊しようか。一つずつだ。生きて返すな。全滅させろ。あーダメか。6台。じゃあ合流しよう。戦闘機
戦闘機 A 合流で、こいつが残るんだよね。まあしょうがないね。そう、攻撃走者、歩兵部隊ガンガン前に行くか。倒せ倒せ、歩兵行け、撃て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 、よーし、お掃除成功。歩兵がね、この装甲輸送車囲みましょうか。あー、上はちょっとカバーできないのか。一体何をやってるんだこのフォーマンセル。これ撃っちゃおうか、この装甲輸送車。これ撃とう。よしよしよし。ちょうど届かない位置にいるんだよね。ここはもう突撃しよう。唇を切れ、どうしよう。届かない。車砲か、邪魔だな。この戦車 B がこの戦車 A を倒してくれたらいいんだけどね。そう簡単にはいかないか。ダメ元でやってみるか。ダメだ、ダメだよね。もう一回ダメ元。これ勝てるわけないよね、やっぱりな。2部隊も全滅させられた。前が綺麗に開きました。もうこれ突っ込むともったいない気がするんだよな。爆撃、あ、爆撃5台しかいないのかこれ。じゃあちょっと爆撃機仕事するか。それで前開けて、で爆撃機がやられないように降車砲を突っ込むと。こいつからは撃た、こいつに撃たれるのか。まあ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 、突っ込もう突っ込もう。あ、この戦闘工兵やっつけとかないとまた占領されるのか。まあしょうがないな、占領されても取り返せばいい。それよりも目先の敵を破壊する方が重要だ。よーし、ここまで行ける？こっちの方がいいか、ここより。倒し放題。倒し放題なんだけど、バランス的にはこっから攻撃した方がいいんだよね。いや、こっち行くか。こっち安全地帯だもんね。で、これを倒す。よし、いいよ。で、自
そこも迷子か。もう戦いですよ。戦ってる。ここに行くと、こう、これが、これに撃たれるのか。でも行った方がいいな。ここは前に行こう。真ん中に行こう。ど真ん中。おほほー、一気に埋めた。そして5詰めをちょっとしたいね。5詰めということで、戦闘機 A がいるからな。飛行機作れないんだよね。真ん中行こう。ど真ん中。戦車 A の方がいいかな。戦車 A 行こう。さらにさらに、自走砲行こうか。自走砲、おまけで歩兵。さあ、こんな感じで全部終わりましたかね。いやー、町の数はスタートよりどうなんだ。わからないけど、中立都市が今回全部なくなりましたね。はい、今回はここまでにしたいと思います。もうね、30分以上ぐらい行ってますので、ブルームーンのターンはね、飛ばしたいと思います。次回お楽しみに。もうちょっとね、漫画の雑談はゴールデンウィーク中は、続けたいと思います。それではまた、さよなら。